さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊り。いやみんな、僕だよ。冬休み満喫してるかい？僕はご覧の通り満喫してるよ。外は寒いみたいだけど、ミオちゃんたちから誘われない限りずっと家で引きこもりでゲームばっかりしてるし、カーテンもずっと閉めっぱなしだから、正直今が朝なのか昼なのかさえわからないよ。はあ、最高だ冬休み。決めた、僕の将来の夢はニートだ。ん？インターホン？ミオちゃん？でも最近ミオちゃんはインターホンなんか鳴らさずに勝手に入ってくるはず。ってことは宅配便？僕なんか注文してたっけ？はーい、どなたですか？ん？誰だこの女の子？他部署の生徒？でも見たことないぞ。お兄ちゃんおはよう。また遅くまでゲームしてたの？もうすぐお昼だよ。は？お兄ちゃん？もうとぼけちゃって寝起きだから仕方ないか。ななみ、ななみだよ。早くお家入れてよ、翔太お兄ちゃん。残念だけど僕に妹はいないよ。それになんで君は僕の名前知ってるんだい？初めましてだよね。ひどいよお兄ちゃん、なんで私のこと忘れちゃったの？あんなにいつも一緒に遊んでたのに。人違いだよ。多分翔太っていう同じ名前の人で僕に似てる人がいるんでしょ。おいおい、なんだよこの女の子。見たところ本当に僕よりも年下っぽいけど。じゃあお兄ちゃんは私をここから出て行けって言うの？いや、出て行けも何も君は家族じゃないし。ひどい、ひどいよ翔太お兄ちゃん。ひどいのはそっちだろう。いきなり押しかけてきてお兄ちゃん呼ばわりして家に上がろうとしやがって。ちょっと何この光景、翔太くんが女の子を泣かせてるわ。しかも明らかに泣いてる女の子に対して翔太くんが説得してる。絶対にやましいことに違いない。冬休み中に堂々と浮気するなんていい度胸してるじゃない翔太くん。翔太くん、これどういうこと？なんであの女の子は泣いてるの？それになんで翔太くんのお家に知らない女の子が来てるの？はっきり1から100まで説明してください。ああもうやだ、さっきのお布団の時間に戻してほしい。お兄ちゃん誰？この人もしかして彼女？この人はやばい、この後の返答次第でこのミオちゃんの顔が鬼になるかそれとも平常に戻るかが決まる。まあその彼女ってやつかな。そうなんだ、はじめまして彼女さん。私翔太くんの弟のナナミって言います。あらそう、ナナミちゃんっていうの？私ミオって言います、翔太くんの彼女です。よかった、一気に機嫌が直った。それより翔太くん、こんなに可愛い妹さんがいるならなんで今まで私に紹介してくれなかったの？いやいや、ミオちゃん僕に妹なんているわけないでしょ。タイガ兄ちゃんならわかるけど。確かにそれもそうね。もしかして翔太くん、実は翔太くんは妹さんがいることを知らなかったとか？それともまさか翔太くんの隠し子？なんで僕の隠し子なんだよ、僕小学生だよ。じゃあこのななみちゃんは一体誰なの？わからない、さっぱりだよ。翔太お兄ちゃん寒いし家の中入ろうよ。おいしい、このレモンティー甘くておいしいね。ななみちゃんだったっけ？それ飲んだらお家に帰ってね。もうお兄ちゃんなんでずっと意地悪ばっかり言うの？ここはななみのお家だよ。翔太くん、ななみちゃんずっと妹っていうのを貫こうとしてるけど、一応タイガお兄様に確認した方がいいんじゃない？兄ちゃん仕事で忙しいのに。まあ一応そうするか。兄ちゃん、兄ちゃんと。はい、もしもし、どうした翔太？今ちょっと仕事で忙しいんだよ。あ、ごめんごめん、ちょっと聞きたいことがあって。あのさ、僕たちに妹っている？
はあ、妹いるわけねえだろ。妹がいねえから俺は昔から妹ゲームにハマってたの、お前も知ってんだろ。だよね、知ってた。ごめんね仕事中に。それじゃあななみちゃん、今実のお兄ちゃんのタイガ兄ちゃんにちゃんと聞いたけど、やっぱり僕たちに妹なんていないよ。どういうつもりでこの家に来たのか知らないけど、本当にさっさと家に帰ってください。もういいもん翔太お兄ちゃんのバカ。やれやれ、一体何だったんだあの子は。でも少し気になるわね、後をつけてみる。そうだね、またいきなり来られたら迷惑だし。うーん、本当に寒い。私やっぱり冬はあんまり好きじゃないな。ただいま。おいななみ、お前エアコンつけっぱなしで出て行っただろ。つーか言ったよな、まずエアコン使うなって。電気代がかかってしょうがねえんだよ、特に冬はな。ごめんなさい、全然気づかなくって。でも本当に寒かったから。うるせえ、寒くても我慢すりゃいいだろ。布団でも何でもかぶれ。この家は昔からクソ寒いしクソ暑いんだよ。人様みたいな立派な家じゃねえんだよ。ごめんなさい。ああ、もうイライラする。てめえは罰としてそこで少し反省しとけ。そんなに他の家がいいんだったらどこへでも行っちまえ。じゃあな。寒いよ、なんで私の家はこんなに貧乏なの。翔太くん、あの子追い出されてなかった？そう見えたけど、あの子大丈夫なのかな。ねえ、あの子かわいそうだわ。やっぱりもう少し翔太くんのお家に入れてあげましょう。そうしてあげたいけど、別にあの子は僕の妹じゃないからね。それに他の人の家庭事情に僕たち他人が首を突っ込むっていうのもなんか違う気もするし。ダメ、寒い、やっぱりお家に戻ろう。おい、誰が戻ってきていいっつった。早すぎんだろうが。お父さんごめんなさい、もうエアコンもつけない、我慢するから許して。ああ、もううるせえ、ビー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 泣くんじゃねえ。俺は今気が立ってんだよ、見たらわかんだろ。さっさと出ていけ。明日になるまで戻ってくるんじゃねえぞ、わかったな。さすがにあれはまずい、大丈夫？痛いよ、寒いよ。翔太くん、警察に行った方がいいんじゃん。いや、まずは僕の家に連れて行こう。すやーすやー。ソファーに座るなりすぐに寝ちゃったわね。よっぽど疲れてたんだろうな。仕方がない、今日は僕の家に泊まってもらうか。それなら翔太くん、私も一緒に泊まるわ。翔太くんがこの子に何しでかすかわからないからね。ないない、僕たちより年下だよ。朝になったらじっくりこの子の話を聞かせてもらおうか。あれ、私寝ちゃってた？あれ、なんかいい匂いがする。お、やっと起きた。朝ごはんできてるよ、一緒に食べようぜ。わあ、おいしそう、いただきます。さて、ななみちゃん、もう隠し事しても無駄だよ。どういう経緯で僕の家に来たか教えてくれる？お家から追い出されてるのを見たわ。私のお家は見てわかったと思うけど、すごく貧乏なお家なの。お母さんは私が生まれてすぐに亡くなっちゃったの。そこからお父さんがずっと私のことを育ててくれたんだけど、お父さんの仕事は漫画家さんで、お母さんがずっと支えてくれてたみたいで、それがお母さんが亡くなって支える人がいなくなって、むしろ私の存在が負担に思ってるみたいで、本当は私がお父さんを支えてあげれたらいいんだけど、私まだ子供だから。それでたまたまこのお家を通り過ぎた時に
翔太くんがこのお家で一人で住んでるって知ってすごく羨ましいなって。翔太お兄ちゃんはすごく毎日楽しそうでお友達もたくさんいてお家もすごく立派で、なんで私のお家はこんなにも貧乏なんだろうって。ななみちゃん、こんなに幼いのにいっぱいいろんなことを抱えていたのね。それで僕に妹って言えばここに住めると思って嘘をついたのか。ねえ翔太くん、やっぱりかわいそうだわ。このうちに住んでもらうのはダメなの？ダメに決まってるでしょ。みおちゃん、確かにかわいそうだけど、そんなことを言い出したら他にだってもっと苦労してる人もたくさんいるし、ななみちゃんだけじゃないよ。迷惑かけてごめんなさい。私もう出ていくから、もう来ないから安心して。待って、ななみちゃん、それだったら妹じゃなくって友達っていう形でまた遊びに来てよ。それだったらいつでも遊びに来ていいからさ。さすが翔太くん、本当？本当に本当？いつでも来ていい？ああ、その代わりもうお兄ちゃんって呼ぶなよ。俺には妹なんていないんだから。うん、わかった。でも翔太お兄ちゃんに違いはないよ。だって年上なんだからお兄ちゃんで普通でしょ。こうして僕たちには年下の可愛らしい妹みたいな友達ができた。ななみちゃんに出会って僕たちがどれだけ幸せな家庭に生まれたかっていうことが改めて認識させられたよ。翔太お兄ちゃん、おはよう。やべえ、ミオちゃんより厄介かも。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。